ね、お願いします。お願いします。あ、改めまして、先ほど今着てるワンピースの裏表逆に着ていました。和田雅かです。よろしくお願いします。<laughs> よろしくお願いします。そうなんですね。<あ>これ <laughs> タグが出てました、ねあ。それは裏側をはい表に着てました。本場前に気づいてよかった。<laughs> はい。<laughs> おかけください。ーい失礼します。<laughs> どんな風にご覧になったか和田さんのご感想もあのどこを切り取っていただいてもざくばらにお話いただいて結構です、ぜひ教えてください、えー、もういろんな愛が描かれてるなって私は結構思ってうん、うん、その愛って言ってもなんか優しいとかこう強い愛だけじゃなくてなんかちょっと相手のことをこううう恨んでしまうような愛とか、うん、その愛の変化によって人の関係性とかも変わっていく、はい、なんかそういうところが。 描写されててしかもその描写の仕方もかなりなんか私は芸術を見ることが多いので、うん、芸術的だなってアートだなって思いながら見てました。<ー><お>和田さんはどういうところにその絵画とか、まあ、芸術の部分を感じましたかえっとあ私実は学生時代ずっと19世紀の絵画をやってたんですけど19世紀の絵画的なところは正直あんま分かんなくて<っ>ただなんか最後のえっとこの 妻の方がえっと名前をちょっと忘れた。アン,アントニーナさん、うん、アントニーナがこう。結構狂うように踊ってるシーンがあったと思うんですけど、うんうん、なんかほぼワンカットみたいなカメラでこうなんか画面が緩い動きながらで、なんかダンスしながらこう。部屋の中をくる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 回ってるところはものすごく良かったなって思います。うん、なんかやっぱああいったシーンで説明でもないし、でも表現として何か伝えようとしているところが、私そういうシーンが映画の中ですごく好きなので。 あのーシーンはなんかやっぱぐっと心ままれましたあとなんかやっぱそのえっと結婚式のシーンとかだとなんか悲劇のような感じでなんかこう閉ざされた空間の中で暗くてろうそくの光だけでこう結婚式をしてこの,この式場の中をこう歩いてなんか儀式をしてるシーンがあったんですけどそういうところとかもあんまり知らないやっぱ宗教の世界だったりしたので。 ちょっっとやっぱり知らない世界だと神秘的で<ー>ちょっと興味は普通に湧いいてしまいましままたね今回チャイコフスキーの「妻」というタイトルですがこう世紀の悪妻なんていうふうにこれまでは言われてきた妻を、まあ、あなただったらなんと敬老しますかっていうふうに、ねうん、コメントを締められていて、はい、この辺りについても伺いたいと思ったんですが、うん、今こう描かれ直されること にについてはどんな風感じましたかあやっぱり悪災ってこの世にひ広くこう知れ渡ってるっていうことはそれを誰が作ったのかって考えることはすごく重要だなと思っててうん、うん、で私はこの映画を見た時改めて描かれ直された時に思ったのは別に悪災ではなかったしうん、うん、なんかきちんと相手のことを思ってお互いがお互いに違う方向ではあるんですけど相手のことをこれだけ思って。 そう過ごしてきたってことに関しては私はなんか臭いとは言えなくてもちろんそれによって人間関係もこじれていくし多分精神的な部分もすごく揺らいでいるとは思うんですけどだとしてもなんかアントニーナ自身のそういう気持ちはなんか。 なんか悪いふうには言えないなってすごく思ったしちょっと話長くなってしまうんですけど<う>やっぱり19世紀でこういった世界観の中だとどうしても芸術家の妻で妻でしかならなかったり、うん、タイトルもそうですけど、はい、アントニーナって個人の名前ではなくてなんか妻としての存在がいかにどうであるかっていうのが物語の中でものすごく語られてて。うん 妻なんだからなんか別に自分はそう主役になるわけではなくその天才の芸術家の横にいればいいみたいなこうセリフがあったと確か思うんですけどそういうことからも象徴されるようにそのやっぱ性役割というかジェンダーのところをすごく感じて、うん、で「悪妻」っていうその世に広まってる名前もやっぱりなんかちょっと偏った視点からどんどん語られて。うんうん そういう風になったのかなと思ったので改めて私たちもこの映画を見てこのアントニーナのことを何て形容できるかっていうのを考えたたいいなって思いまし和田さんが映画見たのはって見た時はっておっしゃってて映画見たのは初めて見たのはフランスで、はい、フランスにあの1年半くらいちょっと滞在してて、えー、フラフラしてたのでその時にかなり映画館にも行ってて。 でその時にやってたので面白それはちょっと具体的になりますけど、うん、劇場としてはどういう規模のところでこの作品は上映されてどんなお客さんがいらっしゃってたんですか大型の映画館でしたね。それは結構驚いて、ええ、あこういう作品を大型の,あの映画館で上映されるんだってちょっとびっくりしたしうん、うん、あと客層も結構バラバラで。えー もちろん年配の人が多い印象はあるんですけどあの家族で来てたりとか。うんうんうん なんかかそんな辺は幅広かった印象がありますね、えー、実際本作はフランスで17万人超えの大ヒットを記録していて、うん、今、伺った通り大きな映画館で上映されてたというのはとても納得がいくんですけれども、うん、役者さんたちもそのこう静かでありながら感情がにじむようなお芝居が素晴らしかったでですすよねねそうですね、うん、アントニーナの役を演じた方の,あの俳優さんの演技がすごい好きでしたね。 なんかに秘めたこう思いとかでもなんかそれが壊れていく様子とかやっぱり自分はどうしても女性なので女性の主人公にこう感情移入をしがちなんですけど、はい、なんか特に冒頭の部分でなんかこう教会にこう祈りを捧げてる時にやっぱ貧しい人たちが寄ってきて、うん、その中で女性が一人あのアントニーナの近くでなんか自分が。 あの自分の身に起きた経験を話してたのがなんとなく内容的にやっぱ性被害に遭ったような,、うん、なんか女性としてすごく苦しい経験をしたなんかそれがこじれてバランスを崩しちゃったんだろうなみたいなことを結構言っててただそのシーンを見た時はアントニーナもなんかこうなんていうかな普通っていうのはおかしいんですけどまだバランスが崩れてない時で、うん、なんかその対比がすごく怖かったんですよ。なんか わかんないけどなんかすごいことを言ってる女性が近くにいてで服もちょっとボロボロだったりしてすごくバランスが取れていない状況健,健康心身ともにバランス取れていない状況と対比するようにやっぱ美しくてなんか綺麗な見綺麗な格好をしているアントニーナと、はい、で思っていたけど物語が進むとやっぱその最初に出会った。 女性が経験した苦しさと同じようなことをアントニーナも抱えてたり、まあ、アントニーナ自身もきっと心のバランスをどんどん崩していって同じようなことになっていくっていうそこのつながりがちょっとグッとやっぱりきますねチャイコフスキーのキャラクターについては和田さんはどんな風にご覧になりましたかああ、でもチャイコフスキー自身のセクシュアリティとかは特に劇の中でこの映画の中で セリフでこう起こされてるわけでもなかったし誰かが他の周りの、えー、周りにいた役の人たちが何かそれをちょっと象徴することは言ったとしてもごまかすぐらいだったのでなんかその扱い方が素敵だなって思いました。<ー>やっぱ今も あの本人が言わない限りは周りの人も言わないがなんか基本のモラルというかマナーという風になっているのでなんかそういった現代的な感覚をこの当時の,この19世紀の,あの描写の中で取り入れているところが確かにあの今作は史実に基づきながらもやっぱり監督の解釈であるとかそういったものも含まれているのでやっぱりそこは。 この監督がどうあって欲しかったかっていうところもね、うん、込められているのかもしれませんけれども、うんはい、でもちょっと不思議な作品でもあるじゃないですかああそうですか、うん、あの何というのかな、うん、いわゆる、まあ、エンタメ性の高い、まあね、作品とはまた一線を画すような作品ではありますが、うんはい、その辺りはどうですかお好きなタイプですか私は芸術あの まあこういう言い方が正しく書かなきゃ芸術畑から来たものなので全然大丈夫ですねむしろ何とも思わないとか自分のフランスでこの映画をまずポスターで見て足を運ばれるぐらいですからね。うんうん、そうですよねな、ね、なかなかあのー こう余白がご自分の中でね、うでこうこう解釈を足していく作品でもまたあるかなと思うので、うんうん、そこが面白いポイントでもあったりするんですが、そこがやっぱりこう芸術とのて近い点でもあるんですかね。それはそうですね。うん、あと映像美もありますよね。あ,<ー>あの暗いあの照明の使い方もきっとそうだと思うし、はい、全体すごく暗かったと思うんですね。で、なんかその中でこうカメラも こうきっちり止まってるんじゃなくてなんか揺れ動きながらちょっとブレながらいく、うん、なんか生っぽい描写が私結構好きでんかそういったところが。 なんかグッととききますね好してはなんかあのチャイコフスキーも別になんかアントニーナを全く理解してないわけではないって私は思ったんですねこう結婚をする時にきう兄弟愛のようになんか生活をしていきたいんだって言った時にチャイコフスキーとしての理想は兄弟愛なんだってすごくびっくりしたんですね。そこに夫婦入ってない ないのがとかまた男女の愛がないっていうのがもしかしたらその時代は不自然かもしれないし今見ても自然って感じる人もいるかもしれないけどでもよくよく考えたら兄弟愛のようにこう家族の形をす素敵な感じで作っている方ってたくさんいらっしゃるじゃないですかなんかそう思うとチャイコフスキーのそういう気持ちもすごい理解できたり。どうはいえやっぱりアントニーナの 夫婦愛目指す男女のこう結びつきとか愛っていうものを求めるアントニーナのこともよく理解できてなんかどちらも思いがあってぶつかってすれ違っているっていうところがなんかどちらもなんか決して悪くないというか、ま、もうしょうがなくすれ違ってしまうしどちらかが無理解でもなかったというかどちらも思いがあってこう一緒になったっていうことはなんか一つ 発見できることなのかなと思ったので、まあ、そんなことも皆さんに伝わっていたらいいなって思いました。